ナーショ君と大体6年とかそのぐらいの付き合いだと思うんですけど、なんか自暴自棄で荒れてた頃のナーショ君を水川ちゃんが救った様子を僕ずっと見てたので、今日はとても感動しています。なんか幸せを絵に描いたような2人なので、あまり見たくないですが、あまり写真にも本当は収めたくないんです。幸せを絵に描いたような2人なので、でもなんだろう、お守りみたいな感じでいっぱい写真撮りました。で、今日何歌うかと思ったんですけど、この2人のためにはこの歌だなと思って歌います。イエーイ。なんだろう、ナンショ君、ウズラちゃん、40とか50になってもハードマークいっぱいついたらメールをやり取りしてね。もう40だからね。先週も言ったんだけど、きっとそんなこんながお互いのエネルギーになると思うんで、毎日毎日一人きりの楽屋の中、ライブハウスが興奮の絶頂に変わるの感じて、毎日毎日ツアーのバンドが来て、ステージの上を縦横無尽に走り回るのさ、前座の僕には少しのギャラが入るだけ。でもあの子が言ってた、チャンスはすぐそこに来てる。でもあの子が言ってた、オーダーリン世界で一番ヒット曲をくれよ。あの子もこの子も歌い出すようなヒット曲をくれよ。ラジオでビンビン流れるようなヒット曲をくれよ。テレビもどんどん出てみたいのさ、ヒット曲をくれよ。あの子と僕の歌、毎日毎日寝ても覚めても考える、僕には才能がないのかなんてことを、毎日毎日鏡を見て憂鬱になる。あと3センチ鼻が高くて目がでかかったら、世界一かっちょいいロックスターになれたかも。でもあの子が言ってた、つぶらな瞳が素敵って。でもあの子が言ってた、大谷白馬の大谷ヒット曲をくれよ。大人も子供も踊り出すよ。どこへ行っても誰と会っても相手にされなくて、ひねくれていたのさ、あの子に出会うまでは。忘れていたのさ、世界がこんなに素晴らしい。ヒット曲をくれよ。
あの子のためのせーの、あの子のため